フルカベーストンネル、またはシンフルカトンネルは、スイス国内のバレー州オーバーバルトとウーリ州レアルプを結ぶ、マッターホルンゴッタルド鉄道の鉄道トンネルである。全長15.442キロメートルで、1999年11月に、レイティッシュ鉄道のフェライナトンネルが開通するまで、狂気鉄道の山岳トンネルとしては、世界最長であった。 標高2431メートルの古河峠を越える鉄道は、かつては2160メートルの高所を全長1.874キロメートルの古河トンネルで抜けていた。その前後は最大勾配110パーミルのアプト式、しかも冬季は豪雪地帯ゆえだれの被害を避けるために鉄橋を取り外すほどで、半年以上にわたり運休を余儀なくされる難所であった。 国防上の要請もあり、スイス政府主導で輸送力改善のためのトンネル建設が計画され、古河峠のホカグリムゼル峠など、複数のルート案が検討された結果、最も早期に実現可能なルートとして、オーバーバルト・レアルプカンが採用された。1973年に着工、途中難工事のために建設費の高騰に見舞われながらも、1981年4月に、 貫通、1982年6月26日より営業運転を開始した。古カベーストンネルは古河の名を関してはいるものの、実際の線形は勾配緩和のために古河峠の南側に大きく迂回している。このため、オーバーバルトレアルプ貫のキロほどは、0線の 18.1km に対して新線は 17.7km と、距離の短縮はわずかであるが、 最急勾配は118パーミルから17.5パーミルへと大幅に緩和された。前線単線だが、行き違いのための信号場がトンネル内に2箇所設けられている。また、トンネル中央部から分岐して、ティチーノ州ベドレットへ抜ける5.221キロメートルのベドレットフェンスターと呼ばれるサブトンネルが設けられている。これは、建設時の作業工として掘削されたものだが、 完全な鉄道トンネルとして転用可能なよう、当初から計画されていた。現在は機能していないが、これが開通した場合、南方のヌフェネン峠の代替ルートとなり得る。フルカベーストンネルの開通により、廃線となった線路ベーストンネルの開通により、大幅な時間短縮と通年運行が確保された一方、ローヌ氷河の末端を眺める急線の車窓警官は、 失われることとなった。これを惜しむ声が多かったことから、急戦ルートは1992年以降、夏季に限り、古川山岳上機鉄道としてレアルプ側から順次、区間を伸ばしつつ、復活運転が行われている。2000年夏には、旧古川トンネルを抜けて、ローネ氷河に近いグレッジまで達した。2010年8月には、オーバーバルトまでの9000全区間が復活した。 開通当時は古川オーバーアルプ鉄道であったが、フェードアウトは2003年にブリークフィスプセルマット鉄道と合併し、マッターホルンゴッタルド鉄道となった。ありがとうございます。